大竹紳士向有録火曜日の担当は独協大学特任教授でコラムニストの深澤真希さんです今日はリモートでご出演ですこんにちは カタールワールドカップの人権問題を考えてたいあのまあ、あまり日本では報じられていませんし、まあ、講義で学生に話してもほとんど知らなかったという声が多くてメディアの責任も大きいなと思うんですけれども、はい、改めてどういう問題かというと、うん、カタールって7つのスタジアムが新たに今回建設されたんですね秋田県ぐらいの大きさの、うんえー、国に。 でカタールって人口は290万人なんですけどそのうちカタール国籍の人は1割しかいないんです残りの9割はあの外国人労働者で今回もアジアやアフリカから160万人の労働者が来てでこれが過酷な労働条件で多くの方も亡くなったんじゃないかと報じられてるんですけれどもカタール政府は批判をその否定しているわけですね。でまあ、一方でさらにこの イスラム教国家のカタールは同性愛を法律で禁じていますし、うん、同性愛を理由に拘束された人が虐待を受けているという報告もありますし、うん、女性も男性の許可がないとさまざまな行動ができないというかなりイスラム教を厳格に解釈している国家で、うん、まあ人権が制限されていると。うんうんはい とということで、まあ、ヨーロッパを中心に人権問題の抗議のため、うん、もうパブリックビューイング自体をやらないんだとか、うん、ヨーロッパ本当にサッカー大好きですけれどもそれでもパブリックビューイングをしないとか、うん、あまり報道をしないとかっていうのをそもそも事前から表明されてましたし、うん、でヨーロッパとかあとオーストラリアアメリカよりも今回オーストラリアの方がすごい犠牲になった外国人労働者のための活動とか、うん、LGBTQ の人の人権のためのさまざまな表明を え選手も事前に結構こういう動きをしていたということでヨーロッパの報道とかそもそもヨーロッパの選手自体がこういう表明をしたことでカタール政府も外国人労働者の労働条件を改善しますとか今回、LGBTQ の人も当然感染に来るわけですからそういう人も歓迎しますということを言っているんだけれどもその後も労働環境とか人権の問題があるということが報じられているわけですね。 FIFA にはもちろん大きな責任があるわけです、はい、あのそもそもあの承知した会長自身もその時の会長も、うん、あの間違っていたって言っているぐらいなんですけれども、うん、ただ現在の FIFA は、うんまあ、選手に政治に巻き込まれるなというような言い方をして、うん、まこれはちょっと皆さんも話題になってご存知だと思いますけど、うん、ワンラブという腕章を、まあ、選手たちがしようとしたら、うん、まあこれを禁止するそれは政治的な行為である。うんうん ところがヨーロッパサッカー連盟としては人権というのは普遍的なものなんだからすべての場所で守られなければいけないということを言ってまあこれも日本でも報じられましたけどドイツの選手が口を塞いで抗議を表明しました。ねだけど日本では残念ながら 作サッカー協会の会長がサッカー以外の話題は好ましくないのだ、うん、で選手からもまあ残念ながら人権について何か語るような動きは勝った勝ったというニュースばかりで、うん、えそういうことは日本ではなかった。 ということが、うん、まあここまでが概要なんですけど大事なことが2つあってですね、うんはい、1>, 1つがイスラム教を差別してはいけないということともう1つはスポーツと政治とは何かということなんですけれどもと、うん、いうのは私たちは今回の件でやっぱりイスラム教ってちょっとこういう宗教だよねっていうふうに簡単に思いがちじゃないですか。うん、でイスラム教対欧米の対立というふうに単純化してしまうんですけれども、うん、これは大きな間違いで、うん、なぜなら 欧米でもキリスト教国家がほとんどでしたから、うん、本当にね1980年代ぐらいは LGBTQ への差別とか、うん、中絶への制限とか、うん、離婚ができない国家とかさまざまあってですね80年代ぐらいまではアジアなんかよりも全然、あのー、差別が多かったり人権の問題が多かったりイスラム国家とそんなに変わらないような人権問題がもともと もともとあって欧米の中にも、まあ、それはあれですか今千九百八十年代までって結構近い年代まで、はい、いや最近までですそういうことだったんですか もちろんあの欧米でもキリスト教国家もいろいろな、うん、あのカソリックとプロテスタントでも違ったりしますけれども、はい、あの私が学生の時なんかはあの全然離婚できないとか中絶ができないとか、うん、そういう国家たくさんあ,あったりしたんですね。うん、でその時あのフェミニストはもちろん1950年代ぐらいから活動してましたけれども実際にそれが許されるようになったのはやっぱり80年代ぐらいが多くて、はい、あのそれはやっぱり政教分離とかフェミニズムとか人権の運動で、うん リベラルな価値観が生まれたことで、実はね、うん、欧米の今の価値観って本当にそんなに長く保証されていたものではなかったんです。うんうん、ただ欧米がこういうふうにリベラルに変化したことで、うん、そこにこう対立する形でイスラム教が過激化してしまったり、うん、まあ9.11なんかでこうそれまでは 西側の敵っていうのはソ連とか東側だったわけですけれどもソ連崩壊以降、うんうん、西側の敵としてイスラム教というものが浮かび上がってきたりして対立するようになってしまった。うんはい、でさらにこの 中国国とととかか今ののロシア権権威主義の国家が人権を制限するよううになったっていうことですよね、うんうん、でも今度は逆にまた欧米でもこう揺り戻しが起きていてこの間もお話したようにトランプ政権なんかが中絶を制限するとか欧米でも保守とか右派の政権がすごく増えてきているということでつまり大事なことは同性愛差別とか性差別とかの人権の問題って でイスラム教が悪いとかキリスト教に問題があるとか、うん、共産主義だ社会主義だ、うん、資本主義だっていう問題ではなくて、うん、人権を抑圧するために宗教や思想を政治的に利用する権威主義の政治家とかが問題であると。 でも私たちはイスラム教が悪いんだろうとか共産主義が悪いんだろうとかそうではないそれを理由にキリスト教を理由にイスラム教を理由に共産主義を理由に人権を制限する国家や政治家に問題があるということをまず知らなければいけませんし実際に私たちはイスラム教のことをあまりにも知らなすぎるわけですけど例えば10年ぐらい前からですね欧米に在住のゲイの うん、あのイスラム教の指導者これイマームっていうんですけれども、うん、彼らがですねイスラム教のコーランの解釈で うん、LGBTQ をあのイスラム教のコーランを否定していないんだ、つまり、うん、あのキリスト教の聖書にしてもユダヤ教にしても、うん、コーランにしても古い文章なので、うん、結局、解釈なんですよね、うん、でその解釈によってあのイスラム教でもあのゲイでもいいんだということでインクルーシブなあモスクを作ったりとか、うん、そういう実は動きもあったりしていて、うん、イスラム教はねやばいっていうふうに思考停止してしまうと、うん、今、結局世界的にイスラム教の人はやっぱり差別されがちな、うん 傾向にあるのでうん、うん、それで今回あの差別を助長するのではなくてあくまでもカタールという国がイスラム教を理由に人権を制限していることを批判するべきでうん、うん、イスラム教と、ね、批判することは間違いであるということをまず今日言いたいことともう一つ。 そうなんです、うん、あのキリスト教そんなこと言ったらねキリスト教だって同性愛に非常に厳しかったわけだ,だけど私たちはキリスト教徒を批判するってことはないわけですよね。うんうん、あともう1つスポーツと政治の問題スポーツとでねと政治は分けろとか私たちは簡単に言うわけですけれどもこれそもそもなんでかっていうと1936年にベルリンオリンピック、うん、これはヒトラーがナチス政権のもとで起こっ 行わわれて、まあ、ユダダヤ人差別をプロパガンダに使ったわけですよねだから、ナショナリズムにこういうものを使ってはいけないと、つまり人権を侵害するような形でスポーツを使ってはいけないっていうことだったわけですね、だから実際、FIFA は今回、政治に関わるなって言ってるんですけど、でも実はロシアのウクライナ侵攻を受けて、ロシアの,あの大会出場は禁止してるわけですよ、FIFA、うん、はで。これはやっぱりウクライナの人権を守るためですよね。うん つまりスポーツの政治利用がいけないのは国家が人権侵害のためにスポーツを利用することがいけないのであって、うんうん、国家が市民を人権弾圧していることに 抗議することとにスポーツを利用することはこはれはむしろスポーツの平和利用なわけですから私たちはすぐにですね簡単に政治政治利用してはいけないとか言うわけだけど人権を守ることをねあの政治利用だというふうにして人権を守ろうとする人たちを押さえつけるということがあってはいけないというこのねこれがすごくごっちゃになってるなというふうに思うんですよ。 どううでしょうか、うん、人権の話イコール政治の話イコール偏った話って考えちゃってる人が多い感じがしますけど <laughs> そうじゃないですよ人権ってすべての人にとって自分が安心して生きる上で不可欠なものですもんね。はい、はい もちろんね、絶対的な人権、時代によって人権、守られるべき人権は変わってくるわけですけれども、うんでまあ、もちろんね、五輪とかワールドカップとか、うん、あの欧米のスポーツビジネスって、うん、まあ今、あまりにも問題がありすぎるわけですよね、五輪もワールドカップも、うん、もう腐敗がすごく行われているわけだから、はいでまあ、その欧米のスポーツビジネスの在り方もきちんと批判して、 で一方では今度、権威主義国家を国連とか IOC から FIFA から追放しろとか、ね、簡単に言うのも良くないし、うんうん、だからといって で宗教の自由なんだから多様性でイスラム教の人たちが同性せ差別するのも認めろっていうのもこれも極端な話なんですよねだから例えば豚肉を食べるなとかねお酒を飲むなとかそれは私たち譲歩できるじゃないですかその国に行って豚肉食べないとかお酒を飲まないことは譲歩できるけどでも例えば LGBTQ とか女性差別っていうのは必ずしもコーランが絶対的にそれを言ってるわけではないわけですよ。じゃあそこは話し合って コーランの解釈とそれを政治に対して利用するということはおかしいんじゃないのかコーランは否定しないだけどそれを政治に使うのはおかしいんじゃないかっていうっていうものすごくこう複雑な問題があるんですけれども私たちはねそこを丁寧に丁寧に今回のことで考えなければいけないなということを。 でもああのイスラム教って言っても国によって随分温度差があるじゃないですか、はい、そのヒジャブを、ね、ちゃんとしなくちゃいけないとか、はい、そこに何とか警察みたいなのがあったりするとかこの温度差みたいなことを、まあ、その国は国はだよね、はい、この辺のなんかこう、まあ、イスラム全部じゃなくて、はい、の温度差みたいなことも。 ちょっと理解していかなくちゃいけないってことになりますか、はい、私たちはイスラム教徒、うん 教都に対するあの勉強も足りないですし、例えばキリスト教だって全く違うわけですよ。だって、ロシアだのあのロシア教会だとキリスト教だし、カソリックもプロテスタントも違うのにイスラムだって。全然違うんですね。それぞれのやり方によって。ただ、あのとにかく問題は宗教のある部分をこう拡大して、国民の人権を抑圧する国家があるということで、それに対して私たちはね。抗議してもいい？宗教に抗議するんじゃなくて。 宗教を悪用する国家をっていうことをね、だからイスラム教と怖いとか、うんえー、そういうふうな単純化して、イスラム教だからしょうがないよねとか、イスラム教怖いよねとか、豚肉も食べられないしあみたいなね、豚肉の問題は別に私たちも譲歩してもいいわけですよ、だけど人権の問題は、それはきちんと話し合っていかなければいけないという。あの中に相手の国の国 まあ、文化とか考え方を尊重するべきだから、はい、だからまあそのじゃあカタールはね、はいえー、労働者とか性的少数者とか女性の人権を、まあ、抑圧したり。 えーまあ、非常にその人たちがつ、まあ、辛い目に遭っている状況を作っているとしてもそれはその国の文化とか、はい、その国の考え方として尊重するべきだってことを書いている有識者なんかもいますけれどもそれはは深澤さんどう思いいますか、はいはい、ですからそれはやっぱりあのあのおかしくてあのそれは国が悪用しているわけですよねイスラム教という文化や宗教を悪用していることについては私たちは問題を、うん イスラム教を尊重するということと悪用する人に抗議をするということはこれイ,イコールなんですよアメリカが中絶を今、禁止しようとしているのもあれキリスト教の悪用だと思うんですよね。それは共産主義だ,だってなんだって資本主義だってその政治や国家が悪用していることがあるわけでじゃあその国家の体制に対してあ<っ>まあ批判とかそれは違うんじゃないんですかということと、はい、その国の文化を否定することはイコールではないということなんですね。全く違いい、ね、豚肉を食べないとという文化と人権をだ 反発する国家っていうのは全くイコールではないわけで、それを私たちは雑にあのまとめてしまう傾向があるので、うん、今回のことは本当はそれをね、ま、みんなで考えるいい機会だと思うのでね、うん、ぜひ考えていただきたいなと思います。はい。ありがとうございました。大竹選手公威力、今日の担当は深澤真紀さんでした。<は>明日の担当は北郎さんです。深澤さんありがとうございました。ありがとうございました。